どうもこんばんは、 NM です。今回は東京グール RE でオッガイとして登場した葉月はじめについてまとめてみようと思います。経歴、葉月はじめの両親は医者でした。病院で出た人肉を提供しろ、そうグールに脅されますが、それを拒否。その結果、両親はグールに惨殺され、葉月はじめはグール被害孤児になってしまいます。アカデミージュニア出身、天性の動体視力、反射神経を持っており、心臓のクインクス部隊オッガイのアーハン班長を務めます。特別強化生としてゼロ番隊との合同訓練も経験しているため、ゼロ番隊メンバーとは顔見知りです。そしてこの葉月はじめ、初登場はなんと無印東京グール第13話、単行本での2巻ですでに登場していました。CCG20 区支部内で職員に手を引かれ歩いている葉月はじめと亞門高太郎がすれ違っている描写があります。両親をグールに殺され孤児となった少年を見て奮起する亞門、その少年の胸についていたネームプレートにははっきりと葉月はじめと記されています。この読者に葉月はじめというキャラクターを印象付けさせるような演出、その場限りのモブキャラになるとは考えにくく、何かしらの形で今後再登場することが予想されていました。フレーム、コウという偽名を名乗りゴートのアジトに潜入した葉月はじめ、しかし怪しい動きをしていたところを月山に見つかり戦闘になります。その後顔見知りのゼロ番隊に包囲され拘束されますが、月山との戦闘の際にフレーム B を解放します。そして角眼は赤眼から両眼へと変化、月山を退けます。クインクスの場合フレームアウトすることで正気を失い両目が角眼になりますが、オッガイはフレームを B まで解放することで両目が角眼になり、なおかつ正気を保っていられるようです。クインクスは可能の反グール化施術を参考に稚魚博士が発案したものであり、クインケを体内に埋め込むようなものでした。対してオッガイはリゼベースの可能式クインクス施術、つまりカネキが受けた施術と近いものであり、感覚も優れていることからクインクスよりグールに近い存在と言えるでしょう。またクインクスのフレームは段階ごとに数字でナンバリングされているのに対し、オッガイのフレームはアルファベットが使用されていると思われます。名前、コウという偽名を使用していたはじめ、コウの読み方にはキノエという読み方もあり、実感では一番初めの文字になります。このことから葉月はじめの偽名は実感の初めの文字であるキノエが使用され、伏線が張られていたと思われます。また葉月はじめがゴートのアジトで偽名のコウと名乗る東京グール RE127話のタイトルはひらがなではじめでした。オッガイたちにはじめと呼ばれていましたが、漫画ではひらがな表記ではじめと記されていたのもこの実感ギミックに気づかせるためであったのかもしれませんね。かなり難しいですけど。最後、自身の下に埋め込んだ発信機でゴートの居場所を地上に知らせたはじめは高速から自力で脱出、金木県が留守にしているアジトを襲撃します。合流したウイコーリとともにゼロ番隊と戦闘になり、伊兵死をとソーズ理解を殺害、鈴谷十三とアバラ半兵衛に敗北して獅子を失った金木の前に二人の首を転がして煽りますが、直後金木に顔面を食いちぎられ、その場にいたオッガイと共に殺害されてしまいます。はい、ということで今回は葉月はじめについてまとめてみました。オッガイとしてね登場する数年前、無印時代からの伏線回収とか、オッガイとして登場した時のその圧倒的な実力っていうのは、当時、すごく話題になったキャラクターで、尖ったキャラクターだったんで僕も気に入ってたんですけど、僕のね大好きなゼロ番隊のシオくんちゃんをですね、あんな風に殺したことはね、到底許されることではないのかなと、はい、思っております。でテレビアニメで、ほとんど葉月はじめっていうキャラクターに触れられることはなくてですね、話の内容も、最後の方は大きく、変更されてたんで、ちょっと残念だったかなと、はい、思ってます。
いつかね、そのオリジナルルートの映像化っていうのも、まあ、ルート A 含めて、RE してほしいですね。はい、ということで、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。